はい、こんにちは、武田クリーニングです。今日ご紹介のアイテムはアグのブーツでございます。アグのブーツね、意外と新しくて、使用感もそんななくてね、ソールの減りも少ない感じなんですけど、大きくシミがついています。ここですね、こちらになります。もともとあったシミはですね、小さなシミ、飲食に伴うシミだったそうなんですが、ご自分で、シミを抜こうと洗剤を含んだ水でですね、濡らして、擦る、揉む、叩くといった作業をして、でもちろんそのシミ抜きに効果的なその水分を含んだ状態で濃い色になっちゃうので、もともとのシミがどう変化反応してるのかというのは分かりにくいはずなんですよ。なので、これぐらいだったら落ちるのかなぐらいの加減をしながらね、作業なさったと思うんですが、そういったシミ抜きの経験則というのは圧倒的に少ないかと思うんですね。なので、どこまでやったのかというのはちょっと分からないんですけども、で濡らした部分が乾けばね、元のこの濃くなってるところが消えるであろうと思ったんでしょうね。でも実際は消えなくて、元のシミがどうなってるのかも分からなければ、ちっちゃいシミから大きなシミに変化してしまったというふうなことでお預かりさせていただきました。何かシミをつけた時にですね、一番最初に思うのは自分で何とかしようというふうに思うわけですよ。そしてインターネットで検索する時も、シミ抜きをしてくれる人を探そう、プロを探そうじゃなく、自分でできる方法を探そう、同じようなシミを抜いたことがある人はいないかな、具体的な方法を教えてほしいなというふうなことで探すんじゃないかなと思うんですね。まずは自分で、次にそれでダメだったらプロに頼もう、そういった考え方の方が非常に多いんじゃないかなというふうに思います。仮に僕がすごくちっちゃいシミ、飲食に伴うシミがついている状態でお預かりしたら、こんな風に、したりしないんですけど、でもそれはね、お客様のご判断でお客様がなさったことですから、それは仕方ないことでは、当店ではやっぱりお預かりした状態に合わせて一番いい作業をさせていただくしかないというふうに思っております。いろいろね、このシミを取るために当店でやる作業、これはねちょっと心配なことがたくさんあります。まあいろいろお客様にもご説明したんですが、そのレザーのお色が変わってしまうんじゃないか、色が出て、ムラになっちゃうんじゃないか、この縫い目のね、縫い目のこの厚手の部分なんかに牙がついちゃうんじゃないかとかね、あとワントーン色が薄くなるとかね、いろいろ心配なことはあって、その辺をねご説明させていただいたんですけども、でもさすがに今の状態ではね、履きたくない、履けないというふうなご判断でございますので、もうリスクが高いだなんて言ってられないという、これが綺麗にならなければもう外に履けない、履いていけないなんていうようなことであればね、何かこうシミ抜きに効果的な作業をしてみて、取れる可能性もあるんじゃないかな、目立たなくなる可能性もあるんじゃないかなということで、アグのブーツのシミ抜きをさせていただこうと思います。はい、アグのブーツ仕上がりました。状態見ていただきたいと思います。シミが、丸いシミがあったのがこちらです。どうでしょうね、いい感じに綺麗になりましたね。濃い色で丸くシミになっていたんですけども、見事に綺麗になっております。こう起毛しているので触るとね、ちょっと濃い色になったり薄い色になったりするんですが、心配していた色の変化、ムラになったりとかね、そういったこともなく、いい感じに綺麗になっております。大丈夫ですよ。はい、その角度から見ても大丈夫ですし、今のままでは履けないというふうなことでお預かりしたんですけども、いい感じに綺麗になっております。大丈夫ですね。確かにね、作業中色は出たんですけども、乾かして見た時に何らかの違和感があるというような色の出方ではないですし、シミもねいい感じに綺麗にすることができました。大丈夫ですね。はい、アグのブーツ大変入荷が多い無頓ブーツでございます。やっぱり洗えないという風な認識でいらっしゃるお客様も多くてですね、本来であれば濡らしたくないんですけども、今日のコーディネートに合わせたいというふうに思った時には、雪が降っていたりね、あとはその雪は降っていなくても道路にね雪があって、つま先とかそういったところがちょっと濡れてしまうなんていうふうなことがあるんじゃないかなと。通常であれば濡れても乾けば何の問題もなく
元に戻ればいいんですけど、濡れて濃い色になったのがそのまんま乾いても元に戻らないなんていうふうなことになりますので、一番の予防はやっぱりそういう時には履かないというふうなことが一番なんですけど、でもまあ仕方履きたいというふうな気持ちで履いちゃってシミになった場合はですね、取れる可能性があります。今回のようにちっちゃいシミを取ろうとして、お客様ご自身で濡らすことによって大きくシミになってしまうっていうふうなことになりますと、ただ雨や雪で濡れただけとはちょっと様子が違ってきますし、リスクも料金も高くなってしまいますので、何もせずにね、お預かりさせていただいた方がシミも取りやすくて、そして料金も安くなるんじゃないかなというふうに思います。でもね、やりたいなというふうに思ってネットで検索してとか、自分でやってみようというふうな気になると、その気持ち感情は止められないので、まあやって成功すればいいんですけど、ダメだったという場合はですね、いつでもお気軽にご相談くださいね。ご利用ありがとうございます。アグのムートンブーツでした。